海に囲まれている日本。防衛で一番見えないのがサイバーと海底でしょう。今回はまた中国の潜水艦が奄美大島沖を潜航していたのを公表。日本の意図とは詳しく見ていきます。中国の潜水艦ってほんとわかりやすいみたいで、世界一見つけやすいとも言われています。うるさいんですね。しかし、年々技術は上がっていますが、親潮級潜水艦にも及びません。2020年6月20日、防衛省が6月18日午後に、鹿児島県の奄美大島の北東の接続水域内を戦没潜水艦が潜水していることを確認。また、20日には、同じ潜水艦が、鹿児島県の横当島の西の接続水域外を潜航しながら、潜水しているのを確認したと、公表した。さらに、防衛省の発表では、この戦没潜水艦に対して、河野太郎防衛省、当時から、緊張感の中で、情報収集と警戒監視を強化して、万全を期すように、との指示があったとした。さらに、今回、情報収集と警戒監視を担当したのは、海上自衛隊の鹿屋基地所属の第1航空軍の対潜哨戒機 P1、那覇基地所属の第5航空軍の対潜哨戒機 P3C と、第4護衛隊の護衛艦、加賀、第5護衛隊の護衛艦、秋月、第2護衛隊の護衛艦、足柄であったと発表されている。このことを受けて、河野防衛省は、6月23日の記者会見において、18日から20日にかけて、日本の接続水域を潜航していた潜水艦は、これまでに得ている情報から、中国海軍の潜水艦であると思われると語った。そして、戦没潜水艦が、中国海軍の潜水艦と思われることを公表した理由として、ここ最近の尖閣諸島周辺における中国公船による日本漁船への威嚇や領海侵入、接続水域での航行が続いていることを挙げている。さらに、河野防衛省は2日後の25日、日本外国特派員協会での記者会見においても、この事件に言及していて、このように潜水艦に関係することを公表するのは異例であるが、日本国民に、現在、日本周辺の海において、何が起こっているのかを知らせて、関心を高めることが必要と判断したと、述べて、日本国民に、警戒を深めるように呼びかけた。その上で、近年の中国における、軍事費の伸びが大きいことにも触れて、東シナ海において、中国軍機に対する、航空自衛隊のスクランブルが急増している点にも言及し、さらには南シナ海における周辺諸国との摩擦や、香港における一国二制度への侵食をも批判して、中国の脅威を強調したのである。国防省が述べているように、秘匿性が極めて高い潜水艦関連情報をこのように公表することは、極めて異例のことであり、これまでも、主に、中国海軍の潜水艦による接続水域侵入は日常茶飯事のように繰り返されていたと思われるにもかかわらず、今回のように防衛省が国籍まで明らかにして発表することは過去に例を見ない。また、この件に関して中国側からは何のリアクションもなく沈黙を守っているのだが、国籍を名指しの上で非難されているにもかかわらず、何のコメントもないこともまた異例なことであり、日本による潜水艦の行動発表に戸惑っているのではないかとする声が上がっている。この潜水艦の動きが何らかの意図を持った作戦行動であれば、これまでの中国側の行動として、中国海軍広報サイトであるチャイナ・ミリタリーや中国政府系サイトの環球時報などが成果として大々的に報道するはずであるが、無言でいるところを見ると、潜水艦が
航路を間違えるなどしてこの狭い海峡に入り込んでしまったのではないかとする向きもある。中国海軍の潜水艦の行動が公表されるのは2018年1月以来のことであるが、この時は中国潜水艦の異例の行動が話題になっていた。2028年1月10日、宮古島東北東の接続水域を北西方向に潜航する潜水艦を発見。海上自衛隊の第5航空軍所属の P3C 哨戒機と護衛艦が2日間にわたって追跡と監視を行い、この潜水艦が尖閣諸島の接続水域においても潜航した後に、12日午後になって尖閣諸島の北西の公海上で国旗を掲げて浮上航行しているのを確認した事件があった。また、この際に中国海軍のフリゲート艦が接近していたが、こちらは接続水域に入ることなく潜水艦とともに離脱している。この時の中国海軍の潜水艦は小球と呼ばれ、093型攻撃型原子力潜水艦とされていて、排水量6000から7000トン、全長 106M、全幅 11.5M で、射程の長い対艦巡航ミサイルを搭載している。この093型攻撃型原子力潜水艦が、国旗を掲げて浮上航行した理由については、諸説あって、未だに定かにはなっていないが、中国の主権を主張するためだとする見方がある。しかしながら、主権の主張をすることが目的であれば、例えば、南シナ海におけるアメリカ海軍による航行の自由作戦のように、水上艦艇を航行させればそれで済むことであろう。この浮上航行については、093型潜水艦が、2日間追い回された挙句に攻撃される危険を感じたために浮上したと考えるのが正解とする声が多い。2020年の戦没潜水艦については、中国海軍の潜水艦としながら、防衛省は、その艦種や艦名などは発表していないが、海上自衛隊とアメリカ海軍による潜水艦探知能力によって集積された潜水艦の音紋などのデータや、河野防衛省の発言などから考えれば、把握されているであろう。現在の中国海軍の潜水艦で、静粛性をある程度持つとされて、数が増えている艦種が2つあって、今回見つかった潜水艦は、これらのうちのどちらかではないかとされている。その一つは、094型、進む級原子力弾道ミサイル潜水艦で、これは、2018年に護衛艦などに追い回された093型小級攻撃型原子力潜水艦を大型化したもので、排水量12000トン、全長 137M の艦隊に潜水艦発射弾道ミサイル SLBM を12機持っている。もう一つは039型原級通常動力攻撃型潜水艦で、ロシア海軍のキロ級潜水艦の技術を導入して国産化され、排水量2400トン、全長 72M、機関にはディーゼルエレクトリック方式が採用され、スターリングエンジンを用いた非対機依存推進 AIP を搭載しているとされている。いずれにしても、潜水艦の行動においては、その秘匿性から発表されることはほとんどないのであるが、なぜトカラ海峡を通過させたかの真意は分かっていない。トカラ海峡については、2016年6月15日に、中国海軍のドンディアオ級情報収集艦が通過して、日本政府が中国政府に抗議を申し入れたことがあった。日本政府は、トカラ海峡は我が国の領海であり、国際法で定める
国際海峡には当たらないとしているのに対して、中国政府の見解は、トカラ海峡は国際航行に使われている国際海峡で、いずれの国の艦船においても、事前の通知や許可などは必要としないとしていて、平行線をたどったまま解決していない。つまり、中国としては、今回の潜水艦によるトカラ海峡の先行通過は、国際法的に合法と考えているため、日本に抗議されるいわれはないとのスタンスなのであろう。国際海峡には明確な基準がないため、このような問題が発生することは今後も考えられ、日本政府として早急に対策を講じておく必要があろう。